はい、今銀杏を行ったところです。これからちょっとペンチで割っていきましょう。すごいですよ、これシュパーって水蒸気が出ます。まだあんま出ないね。しまった、さっきまでだったか。俺出ないね。はい、これ銀杏割り機ですね。45万3000円。なんで45万3000円なの、いつも。よいしょ、割れますね。こうやって割ったらまだ熱々です。この熱々を皮むいてね、こうやって食べちゃう。うん、わ、おいしい。やっぱビールだよね。あれさっきまでね、これパシッてやるとね、中から水蒸気がシュッて出たんだけどね、うん、出なくなっちゃいましたね。うん、叩いて割るのも楽しいですけどね、こうやって割るのもまた風情がありますね。はい、間もなく冬です。銀杏もね、本当に短い時間しか売ってないけど、昔は銀杏落ちてるとこ行って拾ったことがあるらしいんだけど、僕は一回も見たことない、そういうの。あ、食べましたね、これね。銀杏をこう、なんか串で刺して焼き鳥屋で出してるとこあるけど、あれ焼き鳥屋さんが焼いてるわけなのかな。冷凍かなんか買ってくんですかね。ちょっと悩みますね。これはあれですね、近くの農場で取れたやつのようです。ということで、秋のよく晴れたいい天気の日に、こちら柴田斉藤家からお伝えいたしました。じゃあね。